海洋研究開発機構が体長2メートルを超える深海魚横綱いわしの撮影に成功しました横綱いわしは去年1月に新種と確認されたばかりですが海洋研究開発機構によりますとその9ヶ月後の去年10月今まで横綱いわしが見つかっていた駿河湾からおよそ400キロ離れた2000メートルの深海で 推定二メートル五十三センチの巨大な横綱イワシの撮影に成功しました今回の映像から横綱イワシが深海に住む甲骨魚類としては世界最大であることが明らかになったということです映像の撮影に成功した海洋研究開発機構の藤原義弘常席研究員は横綱イワシはそもそもセキトリイワシ科に属していて通常のセキトリイワシ科の魚は 体長が30 40から40センチほど。去年1月に新種として見つけた際1メートルを超えていたので横綱イワシと名付けたのにその倍以上の個体を見つけ非常に驚いた他の深海で生きる生物から巨大化には寿命が長いことが関連していると考えられ今後魚の頭の実績を調べて寿命などの謎を明らかにしていきたいと話しています。